皆さんどうもドラゴン DJ ですよね。今回もテイルズ・オブ・ベスティリアやっていきましょう。では行こう。もうね、前まで来てましたから。兵士のミザラね。いる。カノヌシは空の上だよ。空に何かある。空に何かある。地層獣結構見つけたよね。おかげで僕の疲労はピークでふよ。ピークか。ごめんね、ビエンフ。けど疲労と回復を繰り返したおかげでやけに筋肉がついてきたでふ。あ、そうな。うわっ、パッと見わからないけど触るとすっごいムキムキ。ムキムキなんや。いややなんか。今の僕ならアイゼンや六郎程度なら一撃で沈められる気がするでふよ。すごいね、うん、ビエンフ。レアボードの件ではあなたに負担をかけてしまってすみませんけど、おかげでみんな助かっていますよ。助かってるよ。エレノア様、もったいないお言葉でふ。やっぱりマギルお姉さんとは大違いでふね。疲労は大丈夫ですか。それがぬう、ほぼほぼ限界なんです。この疲れはエレノア様にマッサージされない限り回復しそうもないです。マッサージですね。お安いご用です。まさかこんなラッキーが訪れるとは。レアボードに大感謝。レアボードに大感謝です。ちょっと下心ありられたか。ツボを押すのは得意なんです。槍の石突きでゴリゴリっとすれば疲労なんて一発で取れますよ。怖い。ですから少々痛いのは我慢してくださいね。いや、やっぱり結構でふ。本当にゴリゴリでふ。楽になるけど痛っ。ちょっと笑けてもらったわ。お前たちがカノヌシの領域から私たちを解放してくれたのだ、レオン。それには及ばないわ。私の都合でやっただけ。そうそう。まだ邪魔する精霊がいるなら容赦なく食らうわ。待ってくれ。ほとんどの精霊はカノヌシの力で強制的に意志を奪われているだけだ。多くの精霊は汚れの影響を恐れて人間とは距離を置いている。本来は穏やかな感情を持った者たちなのだ。だからって。事情は承知の上だ。だが手加減をすればこっちがやられる。仲間を守りたければ力ずくで俺たちを止めてみせろ。自分の信じる道を進む、意志を持つって、そういうことでしょう。その通り。その通り、うん、ならば我らも我らの信じる未来を目指そう。清涼は霊力を操作する術式を刻んだ器をカムイの型とすることで人と精霊の力を完全に融合することに成功した。彼らはこのカムイの型を神器と呼んでいた。その弓が。そう、完成した神器の一つだ。我々はこの神器とカムイの技術を後世に伝え残そうと思う。何のために。カムイは危険な力だよ。人と精霊の共存のために。人と精霊の共存。現在のカムイは人間が一方的に精霊の力を搾取するものだが、人と精霊が互いの意思を認め合った上で発動するものにできれば、カムイはなってるなってる、この世界にあだなす強大な力と戦うための切り札となる。この世界にあだなす最下の剣士のようにね。いいわ、好きにすればいい。それもまだ見ぬ未来の可能性の一つだ。そうやね。一つ忠告しておこう。すでにカノヌシのための神器は完成している。この意味はわかる。ええ、その神器を持つのは同志アルトリウス、そういうことでしょう。未来のためにお前の分を祈ろう、最下の剣士。あんま最下の剣士ちゃうやろね。あの、なんていうんですか、その最後の決戦っていうのが終わってもね、結局やり込みますとかもあるんで、まあそちらの方はしませんけど、まあストーリーはストーリーでクリアしたらもうそこで終わりなんで。おお、カノヌシがいるはいいが、いいが、ちょっと高すぎるぞ。まあな、わかる。あの高さではグリフォンでも無理そうですね。わしの式神は一人乗りじゃしな。
おそらく悩む必要はないだろう。マジで？ほっほー。なるほど。転送術とは手回しがいいの。確かにいいの。カノヌ氏が完全覚醒するには私とライフセットがいる。そういうことやね。決戦は向こうも望むところってことよ。こっちだって望むところだよ。などとノリで飛び込むでないわ、そこつもの。ちゃんと調べんか。ごめんなさい。おお、ここに来て初めてマギルーが正論を言ったな。そうやな、初めて言ったな。不吉ね。念のため辺りを調べてみましょう。不吉。のほほ。決戦前に頼もしい仲間をディスるとは、血も涙もない奴らじゃわ。お前はもうちょっと信頼したれ、信頼したれよっていうな。セーブポイントはある。ちょっとセーブしておこう。ここでちょっとしすぎかな。まあしすぎと言われても、なんと言おうが俺は セーブするけどね。よし、これでいけるぞ。次ね、てか42時間もやっとんか。あれさっきはそんなにやっとったか。行きますか、奈良で。来たよ。うん、なんかもうすごいとこおるね、はっきり言って。どうやら大魔師はいないようね。でもかなりの精霊がいます。カノヌ氏と直接契約した精霊、陪審たちだ。気をつけろ、奴の力を分け与えられているはずだ。マジかよ。厄介そうね。厄介やな。そうでもないさ、全部切り倒すだけのことだ。そういう問題、そういう問題か、ほんま。お、最後の戦い。この先に待つのは聖主カノヌ氏とアルトリウス様。とても奇妙な感じがします。世界を敵に回して神様を切りに行こうなんて、まあまともじゃねえよな。そうやな。それもそうなのですが、一番驚いているのは自分の中にこんな劇場があったことです。そうね、あんたはこの中でも飛び抜けて頑固で意志が強いと思うわよ。褒め言葉として聞いておきます。そうでもなければライフセットと契約することなどできなかっただろうな。僕がこうやって広い世界で旅ができるのはエレノアのおかげだよ。ありがとう。お礼を言いたいのは私も同じですよ。まったく、ボーはこのひねくれどもの中によってよくぞここまで素直に育ったの。せえな、俺もそう。僕もそう思う。自分を褒めてもいいかなって。言うようになったじゃないか。ベルベットが名前をくれて、エレノアが器になってくれた。アイゼンとロクローが生き方を教えてくれて、マギルーはいっぱい驚かせて笑わせてくれた。だから僕は今ここにいる。それが嬉しいんだ。僕は何かないんでふか。ないと思う。グリモ先生には古代語を教えてもらって、ビエンフーには特にないかな。ビエンフーソーバッド。嘘だよ。ビエンフーにはめげないことを教えてもらったと思う。どう思う。ライフセットソーグッドです。ソーグッドに変わった。さてさて、こっちの盛り上がりに合わせて敵の殺気もぐんと高まってきたようじゃぞ。この先は何があるかわからない。気を抜かずに行くわよ。おう。今の下水の地へ行きましょう。お前もっと違う違う。I'm gonna go to the hospital.
しかし、空にこんなものが出るとはな。カノヌシは大地を器にしてたんじゃないのかよ。まあ、なんとかと神様は高いところが好きと相場が決まっておるからの。まあな。なんとかって、鳥か。お主のようなもののことじゃよ。鳥か。鳥は飛ばなきゃならない。ラフィーはそう。アルトリウスの望んだ答え。ああ、そういうことな。私は ようやく一人的なものが死んだね。いやー、それにしても高いな。しかも丸い丸い。俺たちの世界って丸かったんだな。今頃気づくな。海の水平線も同じように丸かっただろう。うん、
だから水平線の向こうから近づいてくる船は尾の上の方から見えてくるんだよ。お前たちこんな絶景を前にして冷静すぎだろ。まあそれもそうやな。お前は敵の本拠ではしゃぎすぎだ。ここを構成している力は…なるほど、やはり思った通りじゃな。何がよ。何が。いや、この精錬の正体が分かったんじゃよ。ここはカノヌシが地脈に循環させておった力を凝縮し結晶化させたもの。分かりやすく言えば聖主カノヌシの体そのものなんじゃよ。つまり私たちはカノヌシのお腹の中に飛び込んだってことですか。分かってたならなぜそうと。迂闊に飛び込むなと忠告したじゃろ。敵の本拠ではしゃぐでないわい。ですね。冷静に考えればこの状況は地脈と大して変わりません。ええ、どの道カノヌシを倒すにはここに入り込むしか方法はなかった。まあな、どんなに巨大で強い力を持っていても心臓を潰せば殺せるはずだから。確かにな。じゃが心臓とはこれほどの力を操る聖主カノヌシの本体と同志アルトリウス、潰されるのはこっちやもしれんぞ。今さらですねマギルー。そうやね。敵の本拠でビビるんじゃないわよ。まあ今回はプログラミングしておりますかね。何かありそうな気はするんですけど、いや、おい、おい、何？あ、そう、違うか。そう、見せてよ。あ、すごい、これは。よし、マイクルで何でもいい。で、これは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 、そういえばまだあんたから100ガルドもらってなかったわね。はて、何の100ガルドじゃったかの。忘れすぎやろ。とぼけなくていいから、あの100ガルド払ってよね。冷めた、冷めたわ。100年のコーヒーも冷めるわ。意味やからし、命をかけてお主の復讐に付き合おうというわしにこの後に及んで100ガルドとな。もういい、帰らせてもらう。そう、じゃあここでお別れ ね。引き止めんかそこは。引き止めんかそこは。カノヌシ打倒にはわしのトラブルメーカーぶりは不可欠じゃろうに。わしも鬼ではないんじゃ、条件次第ではこの気持ちを覆すのもやぶさかではないぞ。
丸呑みされる方に100ガルド。は？あんたがカノヌシに丸呑みされる方に100ガルドかけたのよ。あんたが勝ったら私への借金はチャラ。文句ないでしょ。終わりじゃよ。終わりじゃよ。元より払う必要もないはした金をちらつかせ、一見冷たい言葉からの優しさからの情に熱い魔女を酷使してカノヌシどもを倒そうというお主の腹積もりに気づかぬわしじゃと思うたか。マギル、100億万ガルドじゃ。お主が生きて帰る方に100億万ガルド。締め切りまであと3、2、1、0。賭け成立じゃの。というわけで帰るのはやめじゃ。やめるかい。無理くりにでもカノヌシとアルトリウスを倒し、お主を生還させねばならんでの。100億ガルド。相変わらず勝手なやつね。持ってないやろ。いやいやいや、ま、そこはありがとう心の友マギルジャローニー。はいはい、ありがとう心の友マギル。絶対思ってないやろこれ、この顔。でも私は自分の信じる通りに生きる。まったく、お主の方がよっぽど勝手じゃわ。孫社三遊因果応報の大魔法使いマギル姉さんに恥をかかせよってからに。まだけどうでもいいがの。最終的にはどうでもいいんかい。ここやね、きっとね。勝てるでしょうか。肩の力を抜けよ。なんて言っても無駄だよな。でもそんなガチガチじゃ勝てる戦いにも勝てんぞ。そうだよ。どうしたらあなたのようになれますか。あ、ゴーマになる以外で。ゴーマになる以外。そこは冷静じゃないか。そういう時は戦いの後のことを考えるのさ。晩飯のおかずとか、次に読む本とか、なんだっていい。ああ、なら聞かせてください。六郎は、この戦いが終わったらどうするつもりですか。しぐれ様を倒した今、アルトリウス様とカノヌシを倒せば、あなた以上の剣士などどこにもいません。何を目標に生きていくのですか。まずは、しぐれを追い越さねえとな。勝ったじゃないですか。刀3本使ってな。だが大太刀1本での勝負じゃまだまだあいつの高みには届いちゃいない。それに世界は広いんだ。化け物みたいに強いやつがどっかにいるかもしれないだろ。どこまでもぶれない人ですね。ゴーマだからな。ゴーマだからな。ね、なるほど。お前はどうするんだ。大魔師として、いえ、一人の人間として人々のために私ができることを続けていくと思います。なるほど。ですから、もしあなたが他のゴーマのように人間を襲うようなことがあれば、私は迷わずあなたと戦います。そうか。だが俺は強いぜ。心配無用です。この戦いで私も自信をつけてもっと強くなりますから。そういうことね、ならさっきの質問は答えるまでもないな。そうやな。ええ、行きましょう。勝ちに。おう。よし。お、まだある。カノヌシを倒した後もアイゼンには僕が見えるんだよね。ああ。霊的な存在である精霊やゴーマはこれまで通り互いを認識できる。だが人間からはほとんど見えなくなるだろうな。マギルーが言っていたように。寂しいのか。アイゼンは寂しくないの。ベンウィックや海賊団の人たちからも見えなくなっちゃうのに。見えていようが見えていまいが、あいつらはもう俺が共にいることを知っている。幽霊に戻って連中の冒険をせいぜいスリリングにしてやるさ。見えなかった時は海賊のみんなはアイゼンのことを船に取り付いた幽霊だと思ってたんだよね。ああ、あの頃に戻ったと思えばいい。そういうことか。見えなくなってもあの船と海賊団と一緒にアイゼンは生きていくんだね。それでも必ず別れは訪れる。人間よりもずっと長く生きる俺たちにはそれは避けられないことだ。誰だって別れは辛い。その辛さを味わいたくなければ
人間と関わらなければいいだけのことだ。精霊の世界でだけ生きている連中もいる。愚かな人の世の争いを遠なりのように感じながらな。だが俺には限られた時間を必死で生きようとする人間たちの姿が輝いて見える。もちろん精霊にも終わりはある。俺にもな。それがあと500年なのか1000年なのか、それとも明日がその日なのかはわからん。だからこそ目の前の一瞬一瞬を全力であいつらと共に生きたい。その気持ちがベイウィックたちにも伝わってるから、見えてても見えなくても寂しくないんだね。そうだと俺は信じている。僕は迷いがあるならとことん迷えばいい。だが最後は自分で決めろ。誰かのためじゃなく自分のために。お、もういける？もう最後ってことはここでもう一旦終わりにして次やっていきますか。その方が安さやね。一旦ここら辺で終わりにしたいと思います。ちょっと時間的にはちょっと短くしたいかなと思うんですけど、まあ、こんな感じして、ね、やって終わりにしたら、多分終わりでしょうね。じゃなきゃね、困るよ。じゃあ、一旦ここで終わりにしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。以上、チャンネル登録と、新ジャガーの方ね、ご視聴いただきましてください。一応ね、概要欄のところから、チャンネルリンク貼ってますんで、もしよければ、そこからどうぞね。ではさらば。